か現金か。応援するあなたを応援します。チェーンスワローズ。
ド応援席中央に設置するオープンハウスホームランショーエリアにホームランを直接当てたスワローズの選手にオープンハウス様より東京の家1軒が提供されます。またオープンハウスパーフェクト賞といたしまして、明治神宮野球場での登板試合で27打者連続アウトを達成したスワローズの投手にオープンハウス様より東京の家1軒が提供されます。
そして東京ヤクルト消防署マスコット30年目の大ベテランつば九郎の登場です。子供の日ということでたくさんこいつもりつけてますね。はい、それではつば九郎の今日の一言いきましょう。スーパーカラビジョンズマップ。はい、今日から今日5月5日は子供の日です。なので、はい、今日の一言はお子様にも分かりやすくひらがなで行います。いつもやないか、ね、はい、大丈夫ですか。はい、つば九郎子供の日特別企画を早朝ラインしてみました。はい、何を聞いたんですか。朝7時に子供の頃の夢とプロ野球選手でなかったら今何をしているかというのを朝7時に聞いたんですね。はい、たくさんの LINE リストの中から選んで送りました。さあどうでしょうか。そこを帰ってきたのが、お、あ、川崎健次郎さん52歳、おっさんは早起きです。はい、プロ野球選手になって最多勝を取る、あと漁師になる。おお、最多勝を取りましたよね。最多勝も取って今は半分漁師している。はい、どっちも叶ってますよね。そうですね、大分の方でね、漁師になってます。はい、池山二軍監督、はい、高校の時学校の先生と思ったけども勉強がついていけず断念。笑っていいのかな。はい、だったそうです。ついていけなかったのに卒業できたんでしょうか。卒業できたでしょうか。次行きましょう。あ、小口さん現在カープの二軍コーチ、野球以外では競輪選手、飛行機の整備士、電気系の整備士とたくさんやりたいことがあったのに気づいたら野球選手だった。すごいことなんですね。今コーチもやっている、元気そうです、はい、次に返信が来たのはビジネスパートナーの真中さん、はい、今頃何してるかな。飲食店のマスターしながら、あ、似合いますね、はい、少年野球のコーチだそうですが、プロ野球選手以外って聞いたのにプロ野球のコーチ、はい、知り合いみんなついてきてますか。大丈夫ですか。はい、あ、はい、ついてきてくれてる、どうもありがとう。ここまで返事が、さすがおじさんたち返信が速攻で早起きなのは分かった、はい、ありがとうございます。はい、自分の、ね、返信してくれて嬉しいですね。はい、お天気キャスターの浜田さん、はい、夢は野球選手ですけども中学で無理がわかり挫折したそうです。そうなんだ、はい、はい、岡場チーム、はい、夢はプロ野球選手でなかったら今頃農家だったそうです。GM は朝ドラの後編集でした。見てたんですね、はい、あ、家族石川投手夢はパイロット、秋田で農家を銀行員、みんなの夢は、そうです、石川投手の200勝ですからね、あともう少しです。はい、ムーチョバーと王朝中村捕手、昨日ドーム初ホームラン、すごかったですね、ナイスバッティング。夢プロ野球選手、それ以外ないと思っていたので何もなし。輪郭もありがとうございます。伊藤智彦コーチ、夢野球選手、自衛隊だった。つば九郎を守ってください。しっかり守ってくれそうですね。六様宮本慎也さん、朝からLINEごめんなさい、夢プロ野球選手になりジャイアンツに入ること、ジャイアンツファンでしたもんね。で、下半分は叶いませんでした。生涯その選手のね。田中広康コーチ、ベスターズ、はい、空手家黒帯です。おー、一瞬闇営業の方かと思いました。おーい、おーい。吉典投手、現在 BC リーグのね、武蔵野ヒットベアーズ、もちろん自分はプロ野球選手、やってなかったら実家のタクシーの運転手、そう、ご実家ね、タクシー会社ですからね、はい、泣き虫運転手にはならないのに、はい、まだあります、みんなついてきてね、いい話してるから。五十嵐亮太さん、はい、夢プロ野球選手、出なかったら今日ライトスタンドからスワローズを応援していた。逆転の回答ですね。そっかそっか。ファイターズの宮地選手、はい、夢プロ野球選手、高校の体育の教師が県庁で、地域スポーツ振興課で働いている。
か。八井選手っぽいですね。人の良さが回答ににじみすぎてです。頑張ってね、八井選手。はい、続いていきましょう。まだまだいきます。お、すごい友近さん。はい、 PL 青学投手が阪神すごいでおなじみの、 あの登場曲ですね。はい、で今は石狩レッドフェニックスで監督されています。すごいさん、野球を、初めてずっと友が夢でした、やってなかったらタクシーの運転手です。すごいですね。エバナ BC、 はい、知っている人は知ってるけど知らない人は知らないで有名な、はい、エバナ BC、エレクトーン奏者だそうです。習ってきた、スワローズ2軍 BC のエバナさん、そうだったんですね。フジテレビの佐野アナウンサーはアナウンサーでなければ都会の電車通勤に足りきれなかったので実家静岡に帰っていたそうなんだ。つば九郎さんへ、佐野さんから、あさって神宮に行きます、晴れ寄せパワーよろしくと来たので、天達さんに聞いて、と返信しました。あさってちょっと天気心配ですからね。ファイターズの木田二軍監督、はい、プロ野球選手か漫画家なので、なってなかったら漫画家、いやいや、両方かなってますね。漫画上ですからね、木田さんは木田画伯。はい、ここまで、ね、はい、言われておりましたから、はい、ファームの試合は他で、スワローズ対ファイターズ、今日、はいはいはい、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 木田さん、てっきり、隣つば九郎が来ると思っていたみたいで、紛らわしくてごめんなさい、細かい、一回ありがとうございます、J 事務所のウエストの、あ、桐山さん、夢はピーターパン、もうアイドルしてなかったら、ブレイキングダウンに出てる、あの格闘技の、そうなんだ。ファン切り合わせて夢とかけ離れすぎた。あ、お店のボトル少し飲んでます、ごめんなさい最後は世界の青木選手、プロ野球選手以外考えていなかった。そうですか。ちびっ子たちへ、青木選手から、このおじさんのように元気で過ごして大きくなってねだそうです。はい、忘れていました。まだ続くんですか。ビジネスパートナーのドアラ、はい、夢魔法使いプロ野球界にいなかったら家事手伝いすごい家事ですね、はい、お、ホークスのハリーホーク、はい、夢土の子探し、億万長者、はい、野球絡んでなかったら、はい、年末までのメインリッチ、響く街夢はでかく、はい、さあ行こうか。はい、招待策ありがとうございました。大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりジェラメントラルリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ第6回戦の予定スターティングラインナップ並びにアンパイアをお知らせいたします。先攻のベイスターズ、1番レフト佐野、1番レフト佐野、背番号7、ありがとうございました。
強い拳を
人の中でもナイスチャレンジ、つまりの空中クルーリングでした。皆さん、ご乗車ありがとうございました。つまりの大丈夫ここで、両立の試合の予告先発ピッチャーをお知らせいたします。さて、この試合は乾杯オープニングとなりました。多くの皆様にご来場いただきました。ご来場誠にありがとうございます。東京ヤクルトスワローズどんな
声をチームメイト、あるいは高須監督にかけられたんですか？いや、風のおかげだぞ。褒めてもらえませんでした。今日は原田投手から2安打放って猛打賞ということになりました。今日は5月5日、子どもの日、多くの野球少年、野球少女が応援に駆けつけていました。これからプロ野球を目指す少年たち、プロで活躍する秘訣、どうやったらプロ野球選手になれるか、アドバイスお願いします。たくさん練習して、たくさん寝ることですかね。さあ、この神宮に帰ってきて、大きな大きな一勝を挙げました。明日もここで試合があります。チームを代表してファンの皆さんに明日の意気込み、最後にお願いします。そうですね、今日を機に、勢いになって連勝をしていければいいなと思います。頑張ります。
ですが、